ワニは動物の中で唯一、生体で作られる抗生物質が、血液中に循環している。ワニの血液は、エイズなどの治療薬として期待されている。ワニは、卵から生まれてくる時の温度で、性別が決まる。高温と低温の状態ではメスになって、その中間の温度ではオスになる。